で、戦士の誕生という章があるんですが、現代ではこの有能なはずの戦士がすっかり人気をなくしてしまったが、それはその私たちが文化的なズレを体験しているせいだと。つまり今の世界にはもっとレベルの高い戦士が必要なはず。工事の戦士に出会うためにはちっぽけな自己の利益を超越したもののために戦い、より高度で純粋な戦士に必要とされる理想主義を唱え、真に重要なもの、例えば現代ではそれが種の存続を意味する可能性もある、そのために戦うのが求められるんだと。さらには社会全体の利益につながるような方法で戦うことが求められるのだが、現代ではそのためにはアイデンティティの再定義が求められるかもしれないと。そうすることで自分の会社や国家だけでなく世界中の人々を同じチームの一員とみなすことができるはずだと。この辺はなんか最近の政治を見てても思うんですけど、はい、なんか昔のなんか本とかを見てるとね、はい、そのある一人の人がですね、はい、資材を投げ打って、はい、みたいなストーリーをよく読むんですけど、はい、最近その資材を投げ打って的なのはあまり聞かないなと思ってます政治家とかでも、はいはい、まあ、この歴史は繰り返すみたいなところなんじゃないですか。腐敗していって革命が起こって、腐敗していって革命が起こってみたいな。なるほど、はい、今その暁なのか、はいはいはい、でそこから旅を始める人はいない、一人もいないと。あ、そういう理想とかそこから旅を始める者はいないと、はい、自分の身を守るという基本を身につけ、自分が望むものを手に入れることによって最初の一歩を踏み出すと、うん、なのでやっぱり僕に足りないのは、はい、自分の求めるものを決める決断がないから、はい、あの幼心っていうのをやってる気はします、はい、この理想これっていうのを決めて一歩を踏み出すと、はい、ほとんどの人にとって戦士と援助者は初めて出会う大人のアーキタイプとして意識に統合される存在だと、はい、少なくともどちらか一方を成長させなければほとんどの人は感情面でも肉体面でもいつまでたっても子供のまんまだと、はい、この辺はでも本当に耳が痛い、はいはい、面白いですね。アーキタイプ、アーキタイプめちゃめちゃなんかね、はい、これだなって最近はね、はいはい、まあ、本当図書館とか漁って、はい、ユングを読み始めたんですけど、はいはい、出会った気がします、はい、僕エニアグラムでこんなようなことを言ってた気はするんですけど、はい、なんかタイプ特定する話じゃないからいいじゃないですか。あ、そうですね、はい、あの生き方かなって、はいはい、で結局我々が MBTI にあんまり乗れないのも、はい、なんかそのどのタイプってなんか言えないなっていうのが、はいはい、ずっとあるんですね、まあ、なんかどっちもみたいなのは結構あるわけじゃないですか、はい、分けづらい部分なので、なんかその、はい、僕はこのタイプですとかってやってる人を見ると本当に羨ましいんですね、はい、強いなって思うんですよ、はい、言えるんだって、まあ、強いかどうかは分かんないですけどね、はいはい、すいません。でこのまず内なる幼子が壮大な夢を思い描くと、で孤児はその夢にどんな障害が起こるかっていうのを見極めると、はい、だが戦士が現れないとセレンディピティ、予期せぬ幸運や他人の親切にでも恵まれない限り、はい、その夢が実現する可能性は皆無に等しい、はい、僕が言われたやつですよね、はい、君はいつも、はい、うえんうえんって泣いてるけど、はい、誰かを求めてるみたいですねって、はいはい、書いてあったんですよ、はいはい、ヒーローズジャーニーに、はいはい、しかも戦士ってね、はい、3つ目なんです、12個の階段の中の、はいはいはい、僕ね50年生きてきて、はい、まだ3つ目にも行ってないんですよっていう理解でいます。はい、まあ、多分あるとは思うんですよあるとは思うんですよ、はい、このなんか最初の方の説明、最初の方というか今回じゃなくて、はい、なんか前回の、はい、で多分自我があって、はい、魂があって、はい、自己があるみたいな、自己、はい、全てです、はいはい、で自己はその魂と自我の統合みたいな話ですよね全てです、はいはい、でこの魂の部分は価値観を育成するみたいな、価値観は価値観で育成はしてると思うんですよ。してるんですかね。で統合もしようとはしてるんですよ、してるんですかね、はい、はい、みたいなところで多分全どこかに全くその2つがないなんてことはないとは思うんですよ、ね、もう本当わからないです、はい、もう戦いってなんだよすら今思ってます、はい、俺は戦ってねえのかよって、はいはい、すいません。ケゴリンさんごきげんよう。
切り開くために必要な意識ではありますよね、戦士。はい、なんか僕はこの YouTube を始めた時に、はい、戦士になったと思ってたんですけど、はい、なってなかったみたいです、はい、すいません。で、戦士は幼子が描いた夢や創造的なアイデアを受け継ぎ、その夢の対しての目標とプランを設定する。でさらにはそのプランにこだわって、いざという時は戦略的な撤退を選べるような自制心も授けてくれると、はい、まあ、隊長がおっしゃったやつですね、はい、目標設定、目標設定、はい、でそこに対する努力みたいなのも必要なわけじゃないですか。はい、はい、で大きな成長を遂げた戦士と健全な幼子は、問題が起こるたびにいちいち立ち上がるっていう落とし穴にはハマらない。本気で重要だと思うもののために戦うのだが、それは心の奥に抱いている価値観や理想を守るためであって、物質的な利益を得るためではない。で孤児と親しくなっていれば四六時中タフである必要はないし、まあ、見極めができてるってことですね、はい、で他人にタフであり続けるように求める必要もないはずだと。時には相互依存とか、はい、そういう方法を受け入れて対等な関係を築きながら、そのせいで人の上に立ちたいみたいな、はい、そういう欲求が希薄になることもあるだろうと。高度なレベルに到達した援助者がまた活性化してくれば、これがまた私利私欲のために国民の幸福とか自分たちがこの信じる大義のために喜んで立ち上がることができると。でこのエゴに関わる4つの秋タイプ、幼子、孤児、戦士、援助者が揃って成長を遂げていれば、はい、戦士は非常に高いレベルで活動を行い、本当に必要とされた時にちゃんと戦いを始める、うん、ところがこの幼い孤児や幼子がひどい傷を負っていて援助者が未熟なままであると、戦士が設定する目標や計画構想は独りよがりで意地の悪い独善的なものになってしまうと。純粋な心やスピリッツの成長のためというよりは基本的な生命の維持だけを目指した内容になるはずだと、うん、あ、なるほど、うん、この物質的なものとか、はい、自分のその、まあ、悪い意味のエゴ、はい、みたいなものはやっぱりこのあまり高度な感じはしないですね、はい、はい、なんか誰からもいいねってされるようなものではないですね、はい、なるほど。いやー、なんかもうこれだけでも結構、はい、戦士はお腹いっぱいなんですけどね、はい、で、まあ、このヒーローズジャーニーですね、はい、でその中の戦士の旅、戦士の旅は戦士の予備軍、まあ、はい、今から戦士に行こうとすることですかね、はい、戦士の予備軍はパワーを実感するからでなく、他人が作った境界線の中に閉じ込められているという閉塞感から旅を始めることも珍しくないと、はい、例えば古いおとぎ話の英雄は子供の頃に邪悪な魔女や恐ろしい暴君の手で幽閉されたり、意地の悪い義母や、まあ、そういう親的なものに虐待されたりっていうところから立ち上がるっていうことが、まあ、いろんな物語にもありますねと、はい、で心理学的な観点からこれを言うと、自分自身の境界線を設定するまでは他の誰かに準備を整えてもらうことが重要なんですよ、はいはい、この辺結構ね確信をついてるんです、ね、はい、要はこの幼子、孤児から抜けれない人たちは、はい、自分で境界線を書くことができないんですね、はい、どれが正解なのって言われたやつなんですよ、はいはい、でこの境界線を想像する能力が身についていなければそこから脱出することはできないと、はい、立派な親であろうとろくでもない親であろうと、親は子供のために境界線を引く、はいはい、そうですね、うん、はい、でそれは社会的な規範や規則にも言えることだと、うん、私たちの自我が幼い子供のままでいるうちは私たちのためを思って私たちの利益を考慮してくれる人間に境界線を設定していただくことで、はい、ここまでだよって、はいはい、やっていただくことで、うん、自分は守られてる、はい、っていう自由に行動できるこの中だから僕は動いていいんですねってやることができると、はいはい、ところがこの自分で境界線を引けるようになると突如として彼らが定めた規制や期限っていうのが自分に対しての恵みだと思えなくなると、
で囚われているような気分になって必死の抵抗を始めると、はい、理想的な形は私たちが成熟して自主的に活動できるようになったら、まあ、それに合わせて両親や学校といったはじめとする社会的機関がちょっとずつ幕を広げてくれるみたいなのを描いてくれるようにする、はいはい、でもなんかね、うんはい、ついてますよねついてますっていうと確信を、確信を、はいはいはい、なんかこの仕組みの確信をついてるなって感じがするんですね、はいはい、養ってもらってる感、はい、いやこれはねなんかね50になってもそれを感じるんですよ、はい、でそれを安心して甘んじてる自分と、はい、政治を使ってね、はい、それを壊そうとする人たちがいるみたいな、はい、見え方と、はいはい、まあ、向こう側は向こう側で、うん、私に向かって壊してくる側だって、はい、や思ってるんでしょうけど、うん、っていうようなことが書いてあり、ところが、まあ、家族、学校をはじめとする社会的機関が中にいる人たちの成長を望まない限りは、はい、いつまでたっても中にいる人のことを子供扱いしてると、うん、もっとひどい場合には従順さが足りないとか、うん、言いつけに守らないみたいなことで虐待したり、うん、規則に反発しようとする子供の欲求を無視したりするので、支えを失った子供は教会という感覚を身につける前に思い切った行動に出なくてはならなくなってしまうと、うん、いずれの場合も育ち盛りの若者は発育を促す準備が整う前にこそそこから逃げ出す必要があると。明快な境界線を設定するまではそれが正しいかどうかは別にして、自分は他の人間や何らかの事象のせいで囚われの身になっていると考えるはずだと。世の中で自分自身のアイデンティティを主張し始めるようになると、特に本物の声を主張することから生まれるパワーを誇示したくなると、実際に行動に移したらみんなから袋叩きに遭うか見捨てられてしまうっていう幻想を抱いてしまうと。しかも私たちの中にいる戦士は他人の真実を攻撃することによって自分自身の真実を語るというやり方で旅を始めることが多いので、自分から攻撃や息を誘発してしまう恐れがあると。その時は気づかないだろうが、周りから敵意に満ちた反応が返ってくるのは私たちのパワーへの反動ではなく、それは私たち側がその他人を攻撃してるからだよと、うん、はいはい、うん、正しくないやり方をしてるとっていうことですね、うんうんうん、なんかね世の中の事象が書いてあったんですよ、はいはいはい、で多分、まあ、隊長が先ほど、うん、あの別のことで、まあ、繰り返しなので、はい、またあの腐ってくると、はい、革命が起こってみたいな、はいはいはい、まあそんな感じだったんでしょうね、うん、デルフォイかなんかの神殿には、はい、最近の若い者はみたいな、はい、あの嘆きが書いてあったみたいですけど、はいはいはい、アーキタイプを感じます、はいはい、感じずには折れない、うんうんはい、でこの何かに目覚めたばかりの戦士っていうのは、はい、主に2つの方法で自分を守ると。秘密主義と戦略的撤退、これね僕難しいやつです。はい、秘密主義と戦略的撤退、はいはいはい、サンクコストでしたっけ、コンコルド効果でしたっけ、はい、なんかありますよね、まあ、サンクコスト、はい、やり始めたらやめられないってやつですよね、はいはい、これまでかけたコストを考えると、はい、やめづらいみたいな、はい、これ戦略撤退ってその話ですよね、まあ、それだけではないと思うんですけどね、それも含むって感じじゃない、はい、あと秘密主義ね、はい、はい、なんかね、どうしてもなんかエクスキューズしてからじゃないと、はい、いやそんなエクスキューズ言わなくてもいいじゃないですか、まあ、そこがこう教会を人に定められてるから、その人にエクスキューズしなきゃいけないってとこじゃないですか。自分で決めてればしなくても OK みたいな、はいはい、これはもうねアーキタイプなんですよ、はいはい、秘密主義は一種の偽装作戦とも言えると。はい、相手の目にとどまらなければそれだけで攻撃される機会も減るだろうと、はい、新しい関心事やアイデアや自己の感覚を攻撃しそうな人々も襲ってくることはないはず、うん、何しろ攻撃対象の存在を知らないんだからと。賢明な戦士は戦いの準備が整うまでは戦場に足を踏み入れるべきではないと心得ていると、うん、なるほどね。だまあその辺もまだ未熟な戦士って話ですよね。秘密主義にしてるとかも、はい、
まだ成り立ての未熟な戦士ってことですよ。ああ、はい、なるほど。つまり他者との隔たりを解消するだけの価値があるという自信と、戦いが始まっても自分の身は安全だという確信が持てるようになるまで、戦いの火種になりそうな問題は取り上げないようにするということだと。ああ、なるほどね。で、戦略的撤退というのは、これ有意義なもので、自分より大きな力に押しつぶされるのが目に見えている場合、戦士は戦いの場から退いて、体制の立て直しに時間をかけると、はい。親から自立しようとしている子供も、仲良しグループから抜け出そうとしているティーンネイジャーも、自分が友人や同僚や仕事仲間とは違うって気づいた大人も、極端にネガティブで手厳しい反応に直面すれば、一旦その輪を退いて傷の手当てをしたり、英気を養ったり、はい、軍備の再編成をしながら気が熟すのは待つだろうと、はい、なるほどね。まあ、ドラゴンがいたら先にレベル上げをしてから行くみたいなところですよね。分かってれば武器を装備しますもんね。ちょっと強い武器を買って、はい、レベル上げをして、はい、ドラゴンに立ち向かうみたいな。面白い。